今鋭利な刃物でやられたぜ俺の背中に傷ついたんだけど。あれ逃げ傷なしでやってきたのにな。大丈夫。結構簡単についちゃったよ。徳さんの民家団はフレンドリーファイヤーオンでいたね。本当に？いや、それは君が決めなさいよ。でもあれだよ、もう早い話、仲良くプレイなら傷はつかないんだよ仲間同士は。なるほど、そうだね。そんな必要ないと。もちろん。フレンドリーファイヤーなんかもそういう概念がいらねえと、うちは仲良しだから。そう、恥ずかしいよ、なんかみんなで入る選べやみんなで入る選べやちょ、着替えたいの、入ってんじゃね。着替えられないの不法侵入だよ、それ。中で着替えできないの、グラセフじゃないんだから。できないの。あ、できないんだ。馬ちゃんで着替えなきゃダメ。風呂とかないの。風呂とか。風呂もないよ。風呂ないの結局、うん。その場、あ、でも一軒家手に入ってる。そのばちゃんに話してみ、みんな入ってきたら、そのばちゃんと話してみ。みんな入ってきたらだよ、みんな入ってきたらだよ、徳さん。みんな入ってきた。わからん。俺こっち側の人間なんで、すいません。どういうこと。いやいや、マギーの、側近だから、幼稚園。マギーのこっちなんですよ。いそうだな、絵的には問題ないですよ。お孫さんだから。お孫さんなの、うん、お孫さんなの。マギーが今、そうそうそう、皆さんのその小屋の外でやってたので、マギーの詳細知らねえんだけど、うん、これ仕込み人を救出するでいいの。そうだね。頼みたい仕事があるまで人が動くと妨害扱いになっちゃうんだよ。なるほどね。マギー、マギーあんま顔は綺麗じゃないよね。でも昔は美人だったのよ、きっとね。そんな、やけどを生まれとかね、うん、あ、ほんとだね。俺これってミッションか。痩せなさいよ、まあ、本当に。すごいよ。今すごいよ、払う。いいじゃん、別に。どうしてそうしたの。ああ、もう本当、こんなことまで説明しないかんのかな。蓄えだよ、蓄え。獣だからね、うち。あ、そっか。そっか。あ、そっか。冬の蓄え。冬の蓄え。獣は勝者だから、ね。てんのよ、ビッグバレーで。そうだね。太ってる獣は勝者です。言わせないでくれよ。距離を置くのやめようぜ。勝者でもあるけど、あれだよね。そうですね。獣でもあるけどね。そうだね。じゃあ何で対象なんだよ。ビッグバレー狩猟組合じゃないんですよ、これ。人狩りダメなのよ。そうですね、クリスマスキャロルですもんね。よし。いやいや、どういう意味合いですか。クリスマスキャロルは仲良くやりましょうの回ですから。クリスマスキャロル。クリスマスキャロルが。サトシさん。おいおい、揉め事は。何おお、回ってんだけど。俺のマチャミが回ってやぜ、今。本当に運転荒い人たちだ。敵だ。敵これ。敵じゃねえな。民間人だよ、多分。民間人でしたね。いやおい、なんてことすんだよ。本当にあの人は手がつけらんねえな。そっくりそのまま前に返してやる。よっしゃ、救出だ、皆さん。よし。手伝いをお願いします。早っ、もっと。もう終わってんのか。仕事が早かった。仕事できるのか。あ、この人は解放するのね、マルセル。じゃあちょっと、すいません。僕がもういただきます。よし。よっしゃ、行こう、マルセル。よし、来い。マルセル。ちょっと、敵が、どうした？こ
腰のとこにさ、ちゃんとさ、保安官バッジみたいにさ、星型のやつがついてるやつがさ、俺捉えてる。俺も見つけたから。え、いいの俺。俺も見つけたから。これ救出ミッションでマルセルだけじゃないのこれ。そうだよ。マルセルだけだよ。うん。マルセルを救って届ければ終わりなんだよ。そうでしょ。うん、違う違う、マルセルがずーっと見てんだけど、俺のこと複雑な感情で俺のこと見てんだけど、マルセルが置いてかれる形になるね、これね。なんで？よし、どうした？マルセル連れてこ、マルセル、マルセルどこ行けばいいか分かってくる。一回走ってみて、マルセル。マルセル、心なしか焚き火の方ちょっと向かったぞ今。やっぱり温まろうとしてるな。あれなんかマルセル乗っかってきましたよ。あ、本当に？ちょ、これだ、なんで爆発するんだよ。わからない。それはわからない。なんでマルセルの近くで、マルセル生きてるよな。じゃあチョロマルさんが連れてってそれ。大丈夫だろうな。ちゃんと仕事してるね、チョロマルさんは。俺のし、ちょっと俺が仕事してないみたいじゃないか。ドクさんなんで後ろ乗ってんの？なんで言わせるんだ。うん？あ、ちょっとミュートで。あ、なるほど。コウモリタイムかな。コウモリタイム。コウモリタイムですね。あ、敵が来た。敵が来ない。コウモリタイムがわからない人に説明しますとね。あ、さんの前は全部落としときました。ありがとう。なんだ、前終わってんのか。もう前終わってます。ドクさんのうちは定期的にコウモリが家の中に入ってきちゃうから、コウモリを捕まえて、うん、追い出すっていうあの業務があるらしいです。冬場どうなんだろうな。でも夏場の窓を開けっぱなしの時に入ってくるって言ってたから。さすがに今の季節はないのかな。まあお母さんが多分ちょっと入ってきたんだろうね。久しぶりにあの部屋で騒いでるからきっと。どうしたの？どこどうしたの？ってなってんだろうな。壊れたの？いただきます。おかえりなさい。壊れてるのはもう壊れてるのはもう初めからですか。それ結構君にも当てはまるところあるけど。大丈夫か？言われちゃった。うん、言われちゃった。大丈夫、みんなそんなところだから。順調ですね。いいね。これがクリアが早いのかちょっとわかんないけど今まで。任せろ。うん。俺は楽してるよ今でも。エリート集団が今。悪いけど。三つ同士のエリート集団が味方につけたのね俺。そうだよ、ありがたいね。だってもうランク20ここにいっぱいいるからね。あ、マックスですかそれ。うん、強いじゃん、ありがたいね。扱い悪いけど。なんで減速しないんだよ。R1 でブレーキあるでしょ。ちょっと待って。うん、ありがたい。クリアだな。これでどんぐらいもらえるのかな。これでもそんなにもらえないんじゃないの。もらえるか。でもまだだって準備だから。うん、そんなに。あ、300ぐらいだ。あ、すごい。あ、まあいいんじゃないですか。いいじゃない。帽子がなんで毎回クリア後にないんだよ俺は。なんで探すとっからなんだよ俺。どうした、何があったの。どうした、何があったじゃないんだよ俺。拘束されて送られてきただけなんだよ今のミッション。ひどいことするやつ。何も楽しくなかったよ俺今。ああ、ひどいことするやつ。おかしいよ、達成感も何もないよ。これで俺がミッションから受注するんでしょこれ。そうだよ、リーダーだろ。話したよな。リーダーだろ。リーダーの仕事じゃないよ。リーダーらしいことしろよたまには。俺が仕事受けよう。まあ一応サブリーダーっていう立ち位置なんだからな。扱い悪くね今の。自覚持ってくれたのか。まあいいじゃん、もう探せよ次の仕事。ああ、なんか小屋で受けん。みんなに仕事を渡すんでしょ俺。小屋で受けんでしょこれ。ストーリーがやれるか。本当受けにしてくれないよ。ん？どっちだろう。原価削減かな。ああ、そっか。小屋の中でマギーに聞くんだよ確か。うん。あ、了解です。じゃあみんなちょっと寒いけど外で待ってて。なんて中入れねえんだよお前。入れろよ。みんなと入るってあるだろ。はい。なんかでもさっきみんなと入りしなかったのに入ってきたの。入れるよ。自分で入ったの。自分でも入れるよ。入ってきた。なんで合鍵持ってんだよな。おかしいな。ちょっと人気だんだからだ。もう仲間締め出す気か。あ、俺渡したっけ。はい、皆さん集合。マギーさん前集合。仕事とプライベートをきっちり分けるタイプだなあいつ。うん、しっかりしてるから俺。しっかりしてるから。しっかりしてるからって自分で言わないよ。やばいわ。あったかい部屋で、明るい部屋で感じるけど。チョロマロさんどうした、その帰り地。その帰り地どうした。これはなんか
さっきダイナマイト事件の時のまんまなんだ。そうだった。事件ダイナマイト事件起きちゃったか。そっか。ああ。それは仕方ない。あ、これ部品入手でいいの？なんか好きなの受けていいと思う。あ、これで準備っていうのはさっきで人を確保して備品を手に入れた。マルセルっていうのが酒作ってくれるやつなんで。そういうの重要な情報とかもさっきのダイナマイト事件がちょっと楽しかったんだろうなっていう羨ましさで消えたよね。ロクさんその間何してたの？話聞いてたんだよ。フィリップスのシリアスなシーン見てたんだよ。あ、そうか。うん、そこで何故かバイブするコントローラーでちょっと外の状況が楽しそうだなって思ったんだ。なるほどな。俺はもうドクさんが戻ってきた瞬間に燃えないかなと思ってそこにガソリンまいてた。よかった死ななくてね。あ、でも死には出てたかあれ。てかあんたが死んだじゃん。俺がいっぱい死んでたよ。ねえ、よし仕事しよう皆さん。ガソリン撒いてる時に、今度は仕事の奪い合いでいいから皆さん。本当に、はい、ガソリン撒いてる途中に、うん、はいはい、ラインを銃で撃って燃やすと、そのラインがなんだろう、ガスタンクに行っちゃったらもう爆破、そう、爆破になって吹っ飛ぶっていう仕様なんだ。あ、計算通りっていう形のね、勝利を収めたいですよ。そうだからまた私のね、ダイナマイトゲーが復活するアイテムがね、うん、あれゲーでやってたの。あれそうですよ。何か死んでんだ。伝統芸能じゃないですか。あ、久しぶりのキルいただきました。よいしょ、よいしょ、来い。あ、いた、まだいた。よし、いるね。よいしょ、よし。敵どこだ。よし、よし、よし。敵どこだ。ビンビンビン。敵どっかいるわ。敵いる？まだいるから警戒しとこ。よし、警戒しよう。警戒しとこ。じゃあ俺もね、スコアに絡んできますよ、ここから。よし、来い。なんで手綱渡すんだよ。用心さん、手綱握ってもいいんだぜ。握っちゃいます？おい、うん、おい引けよ、おい引けよ、やっとこうぜ。おい、俺を引けよ。握っちゃう。あれ待ってたのか。待ってたのか。いやらしいな。あんなんもう見てらんねえよ。お前何年やってんだよ。組合長引けねえわ俺。何年やってんだよ。あんな待ってる組合長が美味しいパターンに持ってきたくないよ俺は。待ってたろ前で。何回聞いたよ。俺がブランクだよみんな。悲鳴。あ、俺悲しいわ。毒さんが毒さんじゃなくなっちゃった。あんな欲しそうにしてる組合長見てらんないわ。そういうのを差し出すの。あ、いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、俺もう俺孤立してるから今。いやいやいや、それが原因。あんなしてるからだよ、あんた仕事してくんないって困るぜ。おい、ちょっと、ちょっと、ヨーチン。どうした？ヨーチンさん。ヨーチンさん、ラブさんもすげえなんだけど。まだ大丈夫、まだ大丈夫。また馬車をやらかしてる。馬車を壊す人はドクさんなの？違うよ、俺は全開なしですよ。ドクさん今、手綱持ってますね。いや、ちょい触ったぐらいですよ。ワンハンドですよ。あれ自分が混んでるんですか、これ。ヨーチンだろ。自分が混んでいいんですか？ん？いや、やめとけ。自分が混んでいい。ヨーチン変わろう、ヨーチン変わろう。ああ、ヨーチン優しいね。変わろう、変わりますよね。うん。あとがいいですよね。大事だから、この感じ。譲ってくれるね。え、それってどういう意味ですか？いや、別に深い意味ないから。深い意味は。大事な馬車だね。大事な馬車だねっていう確認です、みんな。あ、やばい。譲らないと。大事な馬車ですよ、これ。僕のこれからのお仕事につながりますからね。よし。天文殺してもいい、それとも撃たないとかいい。やっちゃう。やっちゃう、うん、やっちゃう。もうクリスマスキャロルはそういう民系団だからさ。そうなの？俺が今知り報じで行く民系団。聞いてた？どうした？みんな仲良く行こうだからね、本当。ちょっと何言ってるかわかんないです。なんでやろうな、ちょっとわかんないです。なぜだろう、俺が運慶団長のはずなのに。今はあれなんでね、馬の上で戦闘する。ちょっと待って、ちょっと待って、おい。ちょっとほんとさ、俺に言わせないでよ。仕事は奪い合いなんだよ。弱肉強食ですよ。誰かゴング鳴らせ。炸裂弾、炸裂弾でいくぞ。申し訳ない、ちょっとお仕事ですけど、本当に。ほんとね、俺もこうやって仕事つないでてね、お客様の
CS 向上を狙って仕事する立場なんでね。あ、なるほどね。スピード命なんで、そのお遊びに付き合ってられないんだよな。申し訳ないな。ちょっと背後から来てる人もちょっと怖いけど、ラムさんが飛んでったけど飛んでったもん、めっちゃ飛んだ。どこ行くの？なんか馬車でよくそんなとこ走るの。いや僕は荒い運転でなる。まあでもこれでね、あれちょっとやり落ちじゃねえか。荒い運転にも程があるよね。荒い回線だったね。読み込みミスって荒い回線でした。おい、可愛らしいのがホームにあるじゃん。クリスマスキャロルのリーダーになるって言われた。なっちゃいな、なっちゃいな、クリスマスキャロルのリーダーに。ああ、かわいい。どうなの、酒壊れんのかな。あ、壊れる。あ、そうか、俺だけ落ちたのこれ今。壊れる壊れる、酒瓶壊れるよ。じゃないんだ。結構壊れるで興奮するって、さすがお酒飲まない人やな。やべえ。燃えたじゃん、燃えたじゃん。え、どうして燃えた？誰か火を打ったでしょ。どうして燃えた？誰か火を打ったでしょ。いたいた、犯人いた、犯人いたよ。後ろ振り向いたら犯人いたわ。もうこういう時は防衛的に飛ぶ。あだ、あっばーん。飛んだよ。ビッグバレーの1周年を記念して、やっぱりドクさんを豚小屋の中に入れるっていうのをやりたかったんだけど。1周年記念して、うん、だって始まりがそう始まりがそうだったじゃん、うちらは。ドクさんだもんね、あれ。ドクさんのスペアボディを豚のあの飼育の中にね、入れたら、あの豚が食い始めるっていう、ちょっとちょっとホラー的なやつ始まっちゃって、みんな探り探りでやってる初回プレイでさ、クマ、うん、が出てきて全員ほぼ全滅された後にさ、うん、豚小屋に放られるってどんな気持ちやと思う？うん、みんなが食ってる食ってるっていうさ、ゲームの驚きの中、俺は深刻だったよ。すごかったよ。複雑やったよ。あれだって豚が人間食ってたもんね。最近ね、あのレッドデッドオンラインのこうなんだっけ、小ネタみたいな、あの一覧みたいなやつあって、それ見てたら、豚はあの死体食べるんだよみたいなのを書いてあったの。うんうん、うちらは結構早い段階でしたもんね。そうそう、うちら早い段階でそれ知ったね。だいぶちゃんとした、やったな、あれ、うん、塩だったんだね、あれね。うん、なんか本当に取り合いみたいになったもんね。そうだね、あの豚同士で豚が群がってきて、あれ複雑よ。俺寒いからあれなのかな、あのどうした？マスクっていつもらえるんですか？マスク？何のマスク？なんかこう、たまにこう、豚のマスクとかなんかかぶってる人いますよね。ああ、あれはね、あのハロウィンの、ハロウィンの、うん、期間限定のやつなんだよね。え、あれ限定なんすか、あれ。そう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 。ああ、じゃあ、でも、どうだろう、殺戮マスクとかでしょ？もらえる人はもらえてると思うよ。うん、マダムナザル、うん、そう、マダムどこで買った、うん、そう、受け取った。マスクね、かぶってたな。OK、じゃあ皆さん招待しますね。はいよ。あ、皆さん招待するというよりも、あの、ドクさんに我々が飛んでった方がいい。うん、そう。はい、じゃあ再結成します。私は合流しました。うん、私も合流しました。合流しました。私も合流しました。パーティーが6人で、ねえ、パーティー6人だから、全員でしょ。もうパーティーは皆さんいらっしゃるんじゃないですか。ちょっと確認しますね。うん、はい、OK です。確認できました。このプレイヤーの人、周りに急にこんだけ登場して、怖ってなるでしょ。ねえ、でも、民系断面可愛いから大丈夫でしょ。まあね、可愛さ売りでやってるからね。可愛いやついねえな。可愛いでしょ、僕。ジョロマロさんしかいねえな。もう、中身を見てよ。中身ほらほらほら。ちょっと、あれ、みんないなくなっちゃったじゃん。ほらほら。え、何が始まったの、これ。
あ、みんなで入れたの。え、ちょ、気持ち悪い。うん、あれ？あ？気持ち悪い。このマスクかぶってる人誰ですかこれ。かわいいでしょ。かわいいでしょ。ハゲハゲ。かわいくないこれこれ。かわいくないほら。これお気に入りなのよ。アンミカさんのマスク。かわいくないですか。アンミカさんのマスク。そうなの。やばい、ゾンビがいる。ゾンビでやってないんですよこれ。はい、進めましょうじゃあ。皆さん頼みますよ、仕事本当に。ちょっと寒いですけどね、今日外。皆さん、しっかり働いてもらって。服着たらいい。テカテカじゃねえか、お前の。資金が足り、資金がもろ。これ、画質上がった？こんなに頭皮ってはっきり見えたっけ？ただみんなよく見て、乳首だけはちゃんと隠れてるからね、サスペンダー。そう。ロープが擦れるタイミングがいいんですよね、本当に。あれでもあの、うん、すぐ擦れてあの真っ黒になっちゃう。ちょっと弱いんだよね。何の話してんだよ。今何時ですか。まだ大丈夫か。時間大丈夫だ。よかったよかった。うちはそういうところルール厳しくやってますもんね。あ、本当に。クリスマスキャロルは下ネタ、下ネタ禁止。いや厳しいですよ。本当に、うん、厳しめの判定ですよ、まあね、本当に。私はもう下ネタ言う人じゃないから大丈夫ですけど。どうしたの。あれみんなどうした。みんな寝たの。みんな寝たのかな。今日の2回目やね。滑ったな今日もね。盛大に、ね、あ、1回目人類絶滅したかなんかのに次は寝たのなの。ゆうすけさんこれね、馬が必ず体力がない状態から始まるんだけど、これってなんかバグ。バグ、飯食ってないわけじゃないですもんね多分。そう、常にあの一回死にましたみたいな感じの。なんだろう、ハグじゃないですか。よし、やってやるよ俺が全部。ちょっバカ前か、口悪いんだよな。もっとね、大人ならも静かに任務遂行するんだ。ごめん、誰だ、誰だ、ごめんごめん、誰だ。あー、やりやがったんです。あ、友人か、ごめん、あの、ドクさんか、どっけ。ロジン仕事の前やりたい、やってまいあいつ、おーやってくれたなぁ。あ、走らせろ。よーし、早く早く早く、よしよし、ヨチン、タズキナでぶったたけくなろ。ちょっと、ヨチン、運転荒い、運転荒いって。ちょ、ヨチン、ミッション失敗は重い、重罪すぎる。ダメだ、レベッカ・ウィリアムズ殺したぐらいの日じゃないよ。落ち着いていこう。よし、トリガー引いてくれたぞ、あいつが。ありがてぇ。どこだよ。え、どこだ。え、どこに嫌がる。え、見当たんねえじゃねえか。見当たんねえじゃねえか。馬が、馬が。やばいことになってる。仕事しようよ。ちょっと待って。仕事しようよ。ちょっと待って。縄の人が。助けて。今日もやってる。ちょっとあの今日も二人のコンビプレイが倍さ、ね、雪だから摩擦がさ、あの体が熱せられた瞬間に冷えてくんだけど。ダムさんがやばい。だいぶ削られたな。だいぶ削られた。今日はアビにつけてないから大丈夫。死なない人だね。殺さないところが鬼だよね、また。極だね、ほんと。あれ、仕事終わってる。乗ってく？ダムさんがやばい。あー、ざます。うん。行こう行こう、仕事奪いましょう、レベッカさん。もらってこうぜ。ほんとね、奪い合い奪い合いとか言ってますけど、根本は仲間の助け合いが見たくて僕やってますから。そうだよ。そうだよ。レベッカさん、悪いけど。頭ぶち抜いといて、言うわな。まあ、頭ぶち抜いたんか。記憶ないか。誰の頭ぶち抜いたんだ。ごめん、前世俺がやってんのよ。悪いね。気をつけないよ。仲良く行きましょう。気をつけないよ。仲良く行こう。うん、あれもわざとじゃないから。久しぶりってのもあって。だから。やってること本当にこんな NPC いるだろうっていう。止まれゴーゴー、止まれ、ゴーゴー、金目のものを置いていけ。運転してねえな。よち。やったー、やっ。これでも馬車はあの銃構えてたら、ね、たみたいです、うん、ボートで走ってくれるから。いや、前のさ、馬車に本来はさ、民警団長の僕がいるのがいて、痛い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 。シンプルに引かれたぞ今。よし、どこ乗れ。
って乗せて乗せてくれ。マジ慣れ。ああ、民警団長が独立しようとしてんだけど、民警団員が。乗れって煽りじゃない、それ。煽り見てんの、それ。乗れ。俺の前で追いつかないギリギリの速度を保つな。あ、やってるぞ、やってるぞ。これはやりましょう。お仕事ですよ。ああいう終了ですけど。何もやれてねえじゃねえか俺たち、ただ死んでるだけで。いやお互いに殺し合って。遊びじゃねえんだよ。なんでだよ。あ、これ左側に乗ると左手に持つんだね。あ、どういう、あ、馬ちゃんが目の前にいます。よし、あの馬車を奪え。よし、横横横行ってるの、どこ行ってるの。横行ってますよ。馬車を置いてけ。馬車を置いてけ。自分のところに仕事しんじゃん。ああ、無理やり稼いだ。なんか気持ちよさ。あ、ちょっと幼稚園、動きが荒すぎたろ、おい。幼稚園、あいつもあれだな、馬車乗せちゃダメな。ダメなタイプ。ゲームスキル問題あるな。あいつブレーキ知らねえからな。そう。減速知らねえからな。コントローラー買ったら、あれだろ、R1 ボタン、もぎ取ってんだろ。僕だけ正式開業ですよ。なんだわこいつ。あ、俺見えてるんだ。緑のマスクの。あ、いいでしょ。やだよこんなリーダー。隠してますからね。気持ち悪い。いや、一番最初にやられる中ボスじゃん。いやでも裕福層のお腹はしてるよ。タイタが生んだ腹だよ。才能だからな。タイタが生んだ腹だよ。じゃあ、ちょっと後ろのやつらが持ちなさいよ。民警団長よ、俺。すげえ武器持ってるみたいな感じだね。モンハンのハンマーみたいなの持ってるみたいな。いやー、手伝ってちゃんと。仕事するあのマスクなのにちゃんと手伝ってる。本当は唯一このおっさんと周波数合うの俺ぐらいって。そうだね、やっぱ毛の薄さとかだね。それは言わなくていいだろ。そこじゃないの。あ、腹か。あおりなの今。俺マスクしてんのにさ。香りかがすごい。かぎませんって。ハンマーを。ハンマーを置く。結構重かったぜあれ。ハンマーを置きます。もう俺いいよ仕事。全部教えてくれてるじゃん。ちゃんと聞いてました皆さん。私あんまり聞いてなかったです。これあの裸にポンチョで、あの寒くなくなるんですか？あのね、いや彼はあんまりそういうの気にしない子なんですよ。ただやり方によっては、ね、ポンチョと、そうそうそう、帽子とね、あの靴とね、ブーツと手袋か、手袋、それでね、まあ寒冷地用の装備にはなったりするからね。はあ、うん、なるほど。やりようある。俺にもサンタ来てくんねえのこれ。ん？サンタ来てくんねえかな。いい子にしか来ないから。入ろうもん。サンタ？いやー、白い木がすごいねこれ。サンタです。あ、入る？サンタ勝手に入んなよ。みんな成立してドラクエみたいに入んのがあれ好きなんだよ。ほら、これ好きなの、これ。この子くっせー。これ好きなの。かなりしっかりしろよマギー。俺悪くないぞ。嫌いじゃねえな。ゆうすけさんこれ見て。あ、遅かった。え、あ、でも俺シングルベッドしかないじゃん。あ、みんな今日お泊まりできないじゃんこれ。シャランキュー。いや歌わないだろ。ここにシングルベッドがあるから行ったわけで。うん。本当にちゃんとあのポジション作ってないんだまだ。そう、まだあのバーがないから。バーがない。バーを買いたいですね。バーはでもお金結構かかるよね。600ドルで買えるなら買うぜ。いや買えないわ。あの1000、買えないな。1000ぐらい必要になってる。課金も足りないのか俺、うん、これが本当に貧困だな。これ民警団で貸し借りできたらいいのにね。ねえ、確かに。いや、そうっすよ本当に、うん、そうっすよ。いやでもめちゃくちゃあの利率取りそうな人いるやん。側近がいるぞ。すごい側近感を出してくるなあいつ。あれあれだ、クリスマス仕様の服だ、昨日作った。あー、いいですね。
ホワイトクリスマスでしょ。めっちゃアピールしてくるよ。プレゼントまだって言ってるよ。ばあちゃんプレゼントまだ。あれちゃんと靴の中に入れてんだよね。メモ。ばあちゃん枕のとこに置いとくやつ。プレゼントまだ。待ちきれないよなあれ。やだよ団体クロスで巻いてるんですけど。そっちライトがいいな。好きあらばやられちゃうぜ。よし、仕事しましょう。あ、そう、自分超えたんですよ。え、ごめん、今、今、R2D2 になってて聞こえなかった。正確な。なんてスイッチ壊れたんですよ、自分。スイッチ壊れたの、はい、スイッチ壊れちゃったんですか、新品ですよ、新品。買ったの？あ、ポケモンはあのスイッチ壊しちゃうから気をつけた方がいいですよ。そんなバグが、そんな荒いバグがあります。あ、やっぱりあれだ、バグで壊れちゃうんですか、任天堂のあれだ、デスコードが入ってる、ってこと？スイッチ壊れたんで新しく買い直せって、ポケモンなんてデータ飛んだら一番ショックじゃないの、あれじゃないですか。ポケモンやってたんですよ。売っちゃおうかなと。いやかわいそう。ドクさんでもピカチュウ感あるから、あのここでポケモンやって、ピカチュウ感あるの、俺ピカチュウ感あるの、これピカチュウ感あるじゃん、色だけじゃない、これピカチュウのポジション取っていいの、俺ピカチュウのモノマネしてたじゃん。してないだろ、どう絶対してないけどな。あ、聞いてみたいです。聞いてみたいですよ。まあ、ね、聞いたことないと思うから、ちょっと一回言ってみてはい。本当にさっき近所迷惑で注意された俺が今からピカチュウの声発すんの、うん、なかなかリスクでかいけども、うん、じゃ全力でいきますわ。じゃあお願いします。悪いけどちょっと本気超えしちゃうかもしれないけど。大丈夫。うん。あ、ちょっと待って。喉に詰まったやつをちょっと今処理したんだよ、ちゃんと。ね、本気で行くって言ったでしょ。なんだろうな。なんだよ。見過ごせない事態が起こった。見過ごせない事態が起こったもんね。ピカチュウの声に今鳴らそうとしてたのに。仕事しようか、じゃあ。よし、やろう。ピカチュウのモノマネなんかいいんだ今は。そういうとこじゃない。痛い、トクさん助けて。ナイスパンチ。あいた。めっちゃ吹っ飛んだ。いやー油断できませんねこの戦い。じゃあ下手すぎないお前。それは、まあ、わざと当てないようにやってんだよ俺は。器用ですね。だろう。さすがです。はい。もっと褒めて。すごい。ちょっと待って、俺が、得意なやつやるから。ちょっと燃えてるんだけど。ああ、もう終わっちゃった。ちょっと待って、今のなんかさ、熱いよ、なんかアイテム取った。引火したぜ、引火はダメですよ、仲間同士で。みんな欲しがりだから、俺の得意なやつできない。得意技とかあるんですか、このゲーム。知らなかったよ。爆発で。あ、おい、ちょっと待てよ。待って。違う。いやー、幼稚園安全装置マジでかけるの忘れてっから。まだ違います、ほんと違います。安全装置なんてね、ないよ、あの人。まだ違います。いや、綺麗に。まあでも今のは、さすがにね、幼稚園もすぐ、違います。だってあいつあれだよ、人に銃向けんなって俺、結構ガチめに怒った後に、俺を崖に突き落としたからね。天才じゃねえかよ。いや、それは、いいよ。あれやってた、手違いです。あれには見て、あれこれが若さかって俺泣いたわ。令和ですからね。んどうした？いやもう寒気がすごい。令和本当に風邪ひいた。令和ですからね。どういうこあの意図があったんですか？いや令和ってことでもういろんなものに対応できる人間になっていかないといけないってことですよ。その一言、令和ですよ、ほんとに。わかった、みんな。俺、悪いかな、今。いや、わ俺、幼稚に助けたって。悪くないよ、ドクさんは何も。時代が悪いんだ。そういうのが、そういうのが傷つけるんだよ。何が悪いって、あれ、これ今何やってんですか？え？あれ。レッドデッドオンライン。見失って。いや、それ分かってる。じゃあ、仕事ですよ、仕事内容が今。
よく分かってないまま進めてる。なんかあれでしょ、ここをぶっ壊してこいって言われたんでしょ。ただ本当はあれでしょ、見つからないように行って毒を仕込んでくるんだよね、仕込んできてって話だけど、速攻で見つかってたから、うん、無理よ、幼稚園。あ、なった。幼稚園がいるんだもん、無理よ。無理よ、ゆうすけさんいるんだもん、無理よ、無理よ、もう馬で突っ込みたいんだもん、だってもうそのようなアビリティにしてるから、もうただ3頭を振り回したいんだもんだって、仕方ない諦めよ。そうなのよ。多分今地上です、うん。地上戦闘は今あんま強くないんでダメです。我々にスニーキングミッションなんて不可能だ。諦めよ。ただ一応ね、一応申し訳ないけどに弓は出しといた。弓は出した。つかないだろ。あ、動物がいる。本当に？うん。いるじゃない。我々ね、忘れてません皆さん。主力宮でしたよ。ですね。うん。気づかなかった。キャンプが近くに建ててくれると思っていくんだけど。ドクさんのキャンプどこにあんだ？来た。ビッグバレー。ビッグバレーにあるか。遠いな。遠い。ハートランドだからどこに出るかわかんないんですよね。うん、なんでハートランドにしたの？泣いてるの？泣けないよ急に。ドクさん。元気出せよ、元気出しなよ、どうした。いや、うん、寒いなって。あ、なるほどね、心が本当に温めたよ。温めた、あったかいスープが飲みたい。お金払ってさ、っしっ金払ってさ ね, ね、そういうお店行って、うん、女の子に当てた。そういうこと、違うの、そんな答えしかないの僕今。俺もしかしたらキャバキャバクラ狂いになってんのかなと思ったね、しばらく来ない間。そういう不安があって、金ないからね、彼女ができてたならいいなと思ってて、うん、最悪のパターンが、ね、あ、本当に、うん、あ、そっか、名前何ちゃんだっけ、名前何ちゃんだっけ、迷ってんだよね、選びたい答えだからさ。あ、選べる立場なのね。うーん、あー、すごいな、モテるじゃん。毎日違うことデートをしちゃってるってことだもんね。うん、めちゃくちゃする、めちゃくちゃ落としてるけど、なんだ。何事なんだ、ね、まあ、ドクさんの面白いやつだから、まあ、ドクさんの面白いやつ来るから待って。いや、面白くないやつだろ今、面白くないやつだろ今の。彼女名前を知ってる、ピカチュウでもいいよ。ピカチュウもやってねえしな、お前。ピカチュウは逃げれたのかもよく分かってないよ、あれ。これなんかあれ、近づいてもさ、うん、マギには現在利用できる原価削減ミッションがない。時間を置いてたな、そう。ああ、なるほど。あ、これで次ですか、これ。じゃあ、ドクさん、あの、死体ってお酒仕込んだらどうなの、はい、仕込んでないでしょ。まだ多分高いと思うけど。うん。明日まだ多分40ドルぐらいじゃないの。1回とか30ドル。いや、でもほら、最初は多分、売り値が安いから。うん、お金になんないんじゃない。そっかそっか。しっかり稼いだ方がいいのか、ここで。まあでも5分ぐらい、5分ぐらいだよ。じゃあ、50。ピカチュウ、もうね、5分ピカチュウで繋がないだろ。絶対ダメだよ。じゃあお前のピカチュウなくて、ストーリーミッションはまだ。たけしさんやるから。たけしさん、俺の得意なビートたけしさんやるからさ。そっちか。ピカチュウ繋がりだから、あっちのたけしかと思ったの。うん、あの釣りの釣りポケモントレーナー釣りのなんか具を入れるさが着てるやつ、あ、ミッション行きます、ね、細いやつでしょ。いいですよ、行く、ミッション行きますか、じゃあ行こうか、いいですよ、何でも。こっから出れるのか、俺ほら側近が指示くれてるからリーダー、よし、じゃあ出よう、どこ行くんだ、どこ行くんだ、どこ行くんだよ、こっち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 、俺だけ家で俺だけなの、これ皆さん、鍵閉めろ、鍵閉めろ、なんでだよ。これなんか観光客みたい、皆さんこっちですよ。あ、本当だ、ちょっと待って、あ、本当だ、天井井さんが、天井井さんがいますよ、読み込み中、これ開かずの扉なんだけど、これなんでリーダーが入れないの。なんで俺が入れねえの、これあの表示も出ないんですけど、ドアの前でリーダーでいいでしょ、一回離れてみたら乗っ取られたんだけど乗っ取られた。中で声がすんの羨ましいよね。あれ本当に入れないぞ、これ。なんでこれ。ベッド、あ、何のところ。
こマギーのベッドですね、これ。忘れなかった。初めて入った。入れないの？なんで入れないんだろうね。知らん。バグですね。あ、バグっぽいですよね。でもどうしても出ないんで。いやー、積み。入れる。あれ今一瞬出てきたのは？いやだから一回離れてみ。一回距離取ってみ。ラムさんマップに映んないで。でもいや今はね、防衛的な人はみんなこうなるの。え、あ、そう、あのありました。僕防衛的なのかな俺。あ、どうした。十字キーも使えないぞ。これは完全にやられたんじゃない。一回離れろっつってんの。十字キー左とかも使えないでしょ。いや一回離れろって、なんでやらねえんだよ。いやいやいや離れてますよ今。もっとがっつり離れんだよ。読み込み再現。あ、でもあれだけ、じゃあ一回じゃ無理やり。いやでも入れるよこれ。あれだけ離れて、うん、ロス毒の小屋僕も出たんで、うん、入るって出てるよ、うん、どうしたの。しょうがないな。ちょっとこんな離れれば大丈夫。裸だからじゃないの。服着てみたら。そんなんもなかったじゃん今まで。ついに対策したからロックさ。わからないよ。対策したかって言い方も嫌だけど。ドレスコードあるかもしれない。嘘だろ。そんな紳士集まってなかったぞ。試しに一回服着てみたらいいじゃん。いやそれで入れたら屈辱だよね。うん、着るか。なんかあった気がすんだよな。あったあったあった。これで行くじゃん。なんでだろうな。なんだろうね。バグだろうけど。これいつも弱ってるんですよ。このわかります？何どれ？やられた後、やられた後の馬みたいな。どこどこ。ああ、本当だ。うん。餌やってんでしょ？もうやってますよ。なんか毎回。なんか他の人が餌やってみたいな。多く。毎回こうなるんだよね。一度じゃあ。ラムさん、ラムさん。あ。いや、ユウスケさん心配ないわ。ユウスケさん、ダメだよこれ。このお面ダメなやつじゃない。もう先っちょついちゃってるやつじゃない、ほら。これそこ？やめて。おティンクティンがついてるやつじゃない、これ。もうダメ、そんなこと言ったら。下ネタセーブできてないじゃないですか。どういう使い方してんの、それ。あと、すいません、皆さん。服着たらなぜか入れるようになったんだけど。だから言ったろ。だから言ったろ。嘘、俺そんな仕様になったんこれ。そういうことなんだよ。アウター着ればいいの？カカシのコスプレだ。インナー着てないけど。カカシのコスプレしてる。ラスは入れない。コスプレじゃないんだよ、俺。違うの？これおしゃれで、トータルコーデで。オズの魔法使いのカカシのモノマネでしょ？いやいや、あれ丸押したけどな、俺。入ってきた。あれだ、時間かかるよ、ちょっと。ちょっと時間かかる。時間かかるのが。はい、あ、じゃあここで待ってるのが。皆さん少しすみません、寒いですが。あ、皆さん先に入ったね。俺だけ入んねんだけど、なんでだよおい。皆さん消えたぞ一瞬で。おい、マジか。いやでもすぐ入ってくるでしょ。え、嘘、アウター来たぜ俺。え、どういう状態なの今、ドクさん。表に皆さんが消えて、表に俺だけ残ってんだ今。あ、本当に。皆さん入ってんのこれ。やっぱりね、そういう星の元に。嘘だろ。そんなログイン期間なかったの影響で、いじられの神のやっぱ嘘これ。またちょっと離れて着こなし変えてくるわ、うん、入れるでしょ普通に。もう一回離れて。いやさっき一回離れて服着替えたら、うん、出たんすよ。ストップドクさん、民警団で入るって。一回読み込みさせよ。はい、ちょっと離れます。いや、あの復活できる。復活。ああ、はいはい、はい、一回死ぬってことですね。うん、ね。あ、でも十字キーが今使えないんで。あ、じゃあちょっと一回離れて。十字キー使えない。あ、そうなんですよ。ここ十字キー左とか使えないですよ今俺。なんで。いや、それもうあの、うん、押してく。あれ死なないぞ。うわぁ、神となる。おい、俺の剣文色の覇気炸裂してんだけど、ずっと受けてんだけど。死なないで。めっちゃくちゃすごないこれ。マジか。当たってんだけど死なないで。ずっとね、俺の画面でかわしてんだよね。どこに。いや、剣文色の覇気じゃない。神どこにいる。覚醒しちゃったぜ俺。ウソップポジいけるわ。
悪いけど。あ、当たってんだけど、知らないんだけど。ずっと顔してるよ、俺。あれ、でもさ、これ、蜂の巣にされても死なねえよ。リーダーのマークになってないよ、徳さん。ちょっと認められないとか、そういうやつやめようよ。うん、あ、じゃあ、俺、後ろ向いてるからやっちゃってください、もう、ひともに。顔してるな。これおかしいでしょ。いや、てかね、徳さんが映ってねえわ、なんなら。あ、ほんとだ、マップ。霊体じゃねえの、これ。マップ映ってないの。うわわ、グリッチだよ。透明グリッチしやがった。透明グリッチしやがったぞ。だから、きっとあれなんだろうな、あるんだけどな。一回、読み込み直したらどうなんだ。あ、言うけど、ここまで来たら十字キー使えるんですよ、今。今、十字キー使えるじゃあ、そこで一回復活してみたら。復活します。消えた。こんなことあんだね。今、あれだな。よし、復活。今、チート入りますよ。チートやってないだろ。あ、ダメだ、ユウスケさん、レベッカさん、皆さん。どうした？丸長押ししたら多分また同じモードになっちゃう。これで今、丸長押しして読み込みなんでしょうけど、あれと帽子なくなってる。多分先に、いや、帽子はいいよ、今。入ったよ。いいよ。皆さん入ったでしょ？俺だけ残っちゃうんだよ、ほら。入れてない。ほんとだ。俺だけ、で、多分さっきの無敵状態がいいんだよ。そしてまだ見聞色の覇気。だと思うよ。あ、これダメだ俺、多分。じゃあもう一回あれだ。ダメなんです。うん、アプリケーション立ち直して、ね。これだとね。どうしてもやっぱり楽になっちゃうよね。誰かのやつ進めた方が多分効率的に進めた。いや多分みんな同じだよ。誰がやって。みんなこんな感じなんですか、うん、あともう20だしやってもよっていうのがあるからな。チョロマロさんの分やるかじゃん。チョロマルさんやろうよ。あ、密造酒のストーリーは終わっちゃったんですけど。お酒の。で、作って売ってって。うん、ああ、じゃあ、まあ、それやるか。それの方がいいんじゃないですか。で、またチョロマルさんに民警団作ってもらってみたいな、めんどくささあるよ。一個抜けてみたいな。ああ、そうなると、じゃあ、僕やった方がいいかな。民警団はすでにお持ちでして。うん、あれね、お友達いるところね。大丈夫、人数的に入れちゃって、はい、キャンプ台にすれば大丈夫なんですか、うん、いや、なんか10人までしか、枠に入れる10人までしか入れない。あ、まだメンバーは5人ぐらいなんですけど、うん、入ってんの2人ぐらいしかいないんで、うん、うん、あ、いや、合計でやれよ、合計で10人よ。そう確か、ストックというか、入れたまんまにしてられるのが10人までなのね、民警団って。はぁ、確か、同時接続が7人で。そう。だから、その誰かを抜かないと、ここにいるみんな入れないから、ちょっとしんどいじゃないですか。そうすると、やっぱ、じゃあ、他の人にやりますかね。ドクさん、だから、一回アプリケーション立ち上げ直してきてみて。それもやりたくないの、自分の。いや、なんか皆さん多分ね、これ続いちゃってるからね、申し訳ないんだよね。いや、だからアプリケーションを立ち上げ直したらいいじゃないっていうの治るんだから、それで。いや、うん。また出た、またもしかしてあれか、負けたくない病出たか。いや、違う、ちょっとね、グダグダがかわいそう。なんでよ。グダグダ申し訳ない病ですよ。いや、言ってる間にやった方が早いよ。いや、今やってるんですけど、結局。気にすんなよ。で、なったらその時考えればいい。これで、ピカチュウはまだですか？ほら、そうだよ。ほら。つなぎでやるんですか、それ。やってあげて。ピカチュウが持ちネタみたいになってるけど、急な振りですかね、これ。ピカチュウやってあげてよ。ピカチュウか。ジョロマラさんが楽しみにしてるから。どうした？喉整えてる。ピカチュー。今誰ですか？今誰ですか？ちょっとそれ超えない感じじゃないですか？そんな悪ふざけするやつ。幼稚園なかなかの持ってるじゃないですか。出たな。じゃあそれ上回ってもらわないとね。今でもなかなか聞こえはいい感じだと思うな。あれよりも高い声で行くっていうのしかないよな。徳さん、じゃあ頼むわ。大谷行くえ。よし、大谷行くえを想像しながら。よし、イメージできたか。ピカチュウ出します。うん、あ、大谷行くえ来ましたね。よし。
よし、大谷行くぞ。大谷行くよ、乗せろ。ピカチュウ。どうしましょうか。いや、処理はしてくれよ。俺がやったんだよ。にどうしましょうかね。逃げ道は作ってくれよ。いや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 、いや結構ね、あの思っていたよりもクオリティ結構高めで来られた。思ってたよりも。そっちに振ったいの。笑いに発展できそうにねなってなっちゃったわ。ごめん、なんかね。そう。いや、今の低い声で言った滑りは怖いでしょう。どうしても。なんだったらもう逆に振るっていうのは怖いですよ。ビートたけしでピカチュウ言ってほしかったな。そんなモノマネ芸人がやるもしもシリーズできるクオリティないだろう。とんでもねえところのベクトル目指してほしかったな。いやー、そういう評価をされるとね、悔しくてしょうがない。いや、もしもあっちやってくれたら。でもやっぱりあれだね、高めの声のねモノマネはちょっといけるな。君はやったことねえんだって、だから、うん、ドクリンゴちゃんのドクリンゴちゃんのモノマネとかね。ドクリンゴちゃんのモノマネ、ドクリンゴちゃんのドクリンゴちゃんのモノマネ。聞いたことねえんだけど俺。君のオリジナルだったなあれ。あ、そうか、俺招待しないかあの子は。そうだよ、招待し、あ、招待しなくていい、招待しなくていいんだ。俺らがドクさんに、あ、同じセッションいる、同じとこにいる、本当に。じゃあ特にいますね。作ったらいい、立てます。うん、よし、もうちょっと待って、いないけど、近くにはいないよね。いないけど、え、セッション違う人。じゃあうちらが飛ぼう。うん、ドクさん、ちょっとあのさっきのあの僕そっち飛びますか。ピカチュウのダメージがちょっと大きいみたいだから飛ぶ。手震えてるわけだ。効果は抜群だ。抜群だったな。うまいな。自滅パターンはないと思うんだけど。反動がでかかったようですね。もうやっぱりね、あんまり自分では自覚してないダメージってやっぱり心にくるから、うん、結構自分でわからないからね。そういうの、いやー、狂ってるわ。任天堂のせいだよ、もう知らねえけど。そうだな、任天堂のせいだ。任天堂が何やってるかわかんないけど、任天堂が悪い。うん、卵ぶつけに行こうぜ。任天堂が悪い。生卵ぶつけに行こうぜ。会社に。もう即現行犯逮捕でしょ、そんな。一番実行しやすいのは東京都民だからな。そっか、俺が一番最初に捕まるな。